スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、鈴木みのりのキャッチナウ。はい、第4月曜日担当鈴木みのるです。長吉翼です。はい、ということでこの距離ソーシャルディスタンスっていうんですね、うん、この距離ねすごい寂しいなんか変なね、すごい寂しい、なんか変な感じですけれどもね。まあ世間はこんな感じですよね。こんな感じに今なってますんで、はいはい、仕方ないです、はい、まあ今日はねそんな中で、まあ、あまり余計な話はせずにですね、うんうん、まず今2人とも経営者ですから、うんうん、実際のところこの状態の中でどんなねことを今取り組んでいて、そして今こういうことに困ってますこともということも含めてねお話をしていきたいなと思っています。まあ、前半はそういうことと、後半になると少しねちょっと前向きといいますか、こんなことを今やり始めている人たちもいるよなんていうねちょっといい話もしていきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、ということで早速始めていきたいと思うんですけれども、うん、今までね、ちょっとちょいちょい話には出てましたけども、長吉さんはね、ちょっとハーブのお店をやっておりますね。そうそうそう、やってるんですけどね、はい、まあ、キャッチナウの方でも、はい、喋らせていただいたことがあるんですけど、はい、まあ言うてまだ1年経ってないまあ5月ぐらいからですか、うん、そうなんですよ、ね、はい、ということですが、はい、この状況ではね、どういうふうになってるのかっていうと結構大変ですよね。そうですね、まあ、もう世間的にどこもそうだと思うんですけど、うん、まあ、うちもそのハーブティー屋さん、ハーブティーを飲めるお店で、うん、テイクアウトもできるしイートインで中でもっていう形なんですけど、まあ、非常に打撃は大きいです、はい、まずお客さんが来ません、うん、で、まあ、ちょっと地方でやってるんですけど東京よりもやっぱりもともと人も少ないっていうのもあり、このまあ自粛ムードの中、まあ、なかなか来ていただけないという現状がまず一つあります、まあ、これでもどこでも一緒だと思うんですけどね、まあ、皆さんね全国そういう感じにはなってると思うんですけど、そうだと思うんですけど、まあ、それが一つとても困っていることですよね。あとはこの暖かくなるこのゴールデンウィークに向けて、はい、まあ、うちテイクアウトのメニューもたくさんあるので、うん、例えばお花見の時のドリンクとか、はい、ゴールデンウィークでちょっと遊びに来た時のドリンクとか、うん、いろいろ新メニューを考えてたんですけど、はい、まあ、それもお店に来てくつろぐっていうタイプの新メニューを開発してたんですけど、うん、まあ、それも意味ないですよねそうです、お店入れないですからね、お店にも来てくつろぐのもないので、うん、なのでちょっと急遽またテイクアウトの方の、うん、メニューを充実させようっていうことで、はいはいはい、まあ、それなら買い物して持って帰れるからってことで急遽その作戦変更っていうんですか、はい、を余儀なくされたのもバタバタしてましたし、あともちろんいつかはねこのコロナ騒動も収束してくれて、いつかはまたみんな普通に生活できる時は来ればいいなと思ってます。でその時にやっぱり今温めてたそのカフェの中で楽しめるメニューの案をも再度やりたいと思うんですけど、そこの頼んでた食器屋さんの食器の問屋さん商社がもう営業停止しちゃってて、ああ食器の問屋さんがもう準備進まないんですよね。ああなるほど、そうそうかそうか、一応まあその例えばティースタンドっていうんですけど、これケーキスタンド、はい、アフタヌーンティーセットのこういうサンドイッチとかケーキとかのするこれスタンドですよね、はいはい、それちょっと海外製のおしゃれなやつとかちょっと見たかったので、まずサンプルで見せてください、はい、そして何個発注するかを決めて、じゃあちょっと見積もってください、あるじゃないですか、そういう流れですよね、はいはいはい、そのそのサンプルを見せてもらうっていう段階のところがもうすでに
難航していて、で他うちのお店のこうロゴを入れた食器なんかもちょっと発注しようかなと思ってたんですけど、うん、その工場の方も稼働できないっていうことで、なるほど、あそこまでダメなんだ、そうですそうです、できないということでご連絡いただきまして、だからちょっと見積もり自体があやふやなんですよね。うーん、だっていつもと違いすぎるから、サンプルを見せてもらうにも自社製品を作るにもいつもよりもきっと工賃とか運賃とか分かんないけど多分ちょっと経費が変わってきてるんで見積もれないんじゃないかなと、これはちょっと私の個人考えなのでその会社から言われたわけではないんですけど、でも価格変動してもおかしくないじゃないですか、いろんな根底が覆ってるので、なのであこのぐらいの食器の値段だったらまあいくつぐらいは買えそうかなとか、それだったらこういうメニューってできるよねとか、いろいろこう食器とか提供のこうオペレーションのこと考えてちょっとその見積もりを取ろうとしてってところだったので、まあことと場合によってはもう本当根本的なもうそのメニューもじゃあできないじゃんこれってなるかもしれないし、ちょっと分かんないですけど、まあ細かい話になりましたけど、うちは今そういうこともすごく困っていて、なるほど、だあれですよね、もともとそのやろうとしていたその今年始まってから、うん、よしじゃあこういうことやっていこうよっていうことが、はい、まあ、基本的にはガラ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 って全て崩れて、そうです、ゼロベースでももう一回ね、うん、組み直さなきゃいけないという状況、そうなんですよ、でもじゃあやろうとしても実際にその今パートナーとしてやっていた、まあね、あの業者さんの方々ももうみんなお休みになってるから、うんうん、次なる手段も全然進まないという、そうこういう状況に今なってるんですよね、なってますね、うん、でやっぱりそのとはいえ、うん、食べていかなくてはいかないし、はい、うん、お給料も払っていかなくてはいけないし、うん、なんですけどあの、まあ、1週間休業したんです、はい、18日からまたあの営業再開、うん、テイクアウトメインで営業再開させてもらったんですが1週間お休みしました、はい、実は、はい、というのももうそのお客様が来ないのに開けていても、うん、まあ、ちょっと人件費とかもかかりますしっていうこともあるし、ね、うん、まあ、あとは、まあ、世間体っていうんですかね、うん、まだやってるあの店みたいな雰囲気ちょっとあったんですよ実際ありますよね、で、まあ、もちろん換気もしてますしテイクアウトメインなのでうちは密になるような環境ではないんですが、うん、あのそういう雰囲気あって、うん、である時来たお客様がまだ開けてるんですかみたいな雰囲気の中、うん、その厨房に立ってる料理をする専門のスタッフがいるんですけど、うん、そのスタッフがあのフルーツを触る際に手袋をしていなかったということで怒ってしまったんですね、うんうんうん、じゃああなたお寿司屋さんに食べに行って手袋してって言うのって、うんうんうん、だって調理専門のスタッフなので、ね、うん、もちろんあれですよ、きちんと手も洗って消毒をして、うん、あの調理してますからね、うん、きちんと、うん、だけどやっぱりその世間のまだこんな時にやってるなんてっていう雰囲気がそういうクレーマーを生むんですよ、うん、まあそうだよね、調理人の手に手袋がはまっていないことに対して文句を今言うのが正しいみたいな風潮が出ちゃうんですよ、でもちろんいろんなお店ありますから手袋をつけてやるお店もあれば手袋をつけないでその代わり清潔にしてやるっていうお店もたくさんあると思うので、それお店のスタイルなんで、今までだったらそういうのねクレームを言う対象になってなかったセクションなんですよそこは、ところがこのコロナっていうことでなんかね汚いみたいな感じになってくるんですよ、それがもうね全てね、だから非常にそのお客様という面でもそういうことは困るし、うん、まあまあその方だけだったんですけれども、うん、まあ、でもこれはちょっとその旗で見ていて、うん、あの経営者として、うん、まあ、現場のスタッフが一番こう辛い思いするだろうなと、うん、言われのないことで自分の仕事だと思って一生懸命やってるのに言われのないことで、ね、まあ、そのクレームというか日々嫌な精神的な、ね、圧迫を受けるんだったらちょっともう今は休むべきだろうと思って判断したんですけど、うん、はいはい、まあ、でもそれでもまあ再開したわけですよね。そうですね。その再開した背景っていうのは何かあったんですか。再開した背景っていうのは、まあ、もちろんそのいつまでも休んでられないっていうのはもちろんあるんですが、うん、まあ、うちも従業員さん生活かかってらっしゃる方とかもいますので、うん、またシフトを入れてあげなきゃっていう気持ちもあったし、うんうん、あとそのもうね開き直っちゃった。開き直っちゃったの。開き直っちゃった。
ちゃった。なるほど。あのうちだからハーブ屋さんだから、うん、今こそねみんなに飲んでもらいたいものがあるじゃないかと。そうかそうか、逆に体のためにね健康になるような。そうです、あの、うん、商売としてはもうダメです今、うん、はっきり言って。でも、うん、今こそ美味しく、うん、健康になれるものたくさん取り扱ってるんだから、うん、今でしょっていっぱい知ってもらうにはって思って、うん、ね、うん、でじゃあ割引くかとかいろいろ案があったんだけど、うん、よしやめようと、もうあげる、あげる、まあ、もうあげる、あげるんだ、もうみんなに飲んでほしい、あもうとにかくもう一回飲んでくれと。そう、無償で提供っていうことをやろうと思ってて、うん、やろうと思ってて、やろうとして、うん、でそれで画策をしてね、あのまあ、ハーブってお薬ではないので、例えば、うん、これはコロナを治しますよとか、はいはい、そういうものは一切ないんですね。そういうことはないですよね。それはないんですけど、例えばミントが入っているものでしたら、あの殺菌成分があったり、うん、喉の粘膜を保護するあの効果があるので、あの今の季節にぴったりとか、うん、あとエルダフラワーが入っているものだと、昔からあのヨーロッパだとうがい薬とかインフルエンザの予防薬みたいな感じで民間薬としてずっと煎じて飲まれてきたんですよ。そうなんですね。そう、あの抗ウイルス作用があると言われていて、でこちらも同様に、うん、コロナに効きますよじゃないんですよ、うんうんうん、ただ昔からそういう、ね、抗ウイルスで飲まれてきたものなので、うん、あの体にとってもいいですよって、うん、でプラスやっぱハーブティーの醍醐味はリラックスするっていうところにあるので、今やっぱみんな自粛疲れでちょっとピリピリしてると思うんで、うん、どの観点からとっても今飲んでもらうのが一番いい、うん、もうみんなに飲んでもらいたいと思って、もうあげちゃうっていう、うん、ことにしました。あげちゃう発想なんだね。もうあげちゃおうと思ってね、いいんです、その、うん、いいんですっていうか、うちは赤字です、当然、うん、ただで出してるので。ただそうそう、あのこれで地域の人々でまだうちに来たことなかった人に、へえこんなお店あるんだ、うん、あ美味しかったって覚えてもらえるかもしれない、はいはいはい、そのね、そうね、 PR っていうか、うん、あ結構ハーブティーも飲みやすいもんなんだな、うん、とか、うん、体にいいんだとか、うん、知ってもらえるだけでもプラスだから、うん、そうそうだ、何にも作戦を立てないでお店閉めてるよりかは、うん、いいのかなって、ね、ちょっとしたねそういうことあってもいいよね、やっていて、うん、で悔しくっていろんなことが、うん、で自分で新聞社に電話かけて、自分で新聞社に電話したい、自分で新聞のところにブルルルすいません、こういうネタがあるんですよ記者の方にお取り次ぎ願いますかとか、なるほど、そう、記者の方にお取り次ぎで合ってんのかなとか思いながらじゃあ本当にかけたことないからだからね、普通新聞社なんてね、何って言えばいいか全然わかんなくってそれであの、まあ、取り付いてもらって2社ほど取り上げてくださって、うん、あのうちでこういう地元の方にこう、うん、無料で配るので、なるべく多くの方に飲んでもらいたいから手伝ってくれって言って、うん、あとは2社取り上げてくれて、そう新聞も出してもらえることになってっていう取り組みをやっぱあのやり始めたところ、うん、それはもう出たんですか。それはもう出ました。あそうですか。出て、18日からその、うん、無料のやつをやってるので、うん、あのまあ、反応は上々だそうです。あの現場のスタッフから聞いたんですけど、うん、やっぱりちょっと、まあ、新聞にも出たし広告も打ったことによって雰囲気変わりましたと、うん、もちろん無料で配ってるのでそんな売り上げがあるわけじゃないんですけど、うんうんうん、あの雰囲気変わりましたねと、うん、何かというとこれをやる前は自粛しないのかよっていう、うん、ちょっとマイナスな空気で来る人が多かった、うんうんだけど無料で体にいいもの配りますだとありがとうって、あ逆だ、そう反転しちゃったわけだ、そうそうで体にもいいしって言って、うんうんうん、でそのお土産用に同じ味のお茶を買っていってくれるとか、うん、ちょっとじゃあちょっと商売にもねちょっとつながってくるようなね、そう、うん、かその、まあ、気に入ってくださった方が買ってくださってっていうのがすごく今助けられてるんですけど、うんまあ、だからやってよかったなというか、うんお客さんの、うんうん、感じもずっと来たかったんだけど実は今って出歩いちゃいけないんじゃないかなと思ってっていう常連さんとかも結構いたみたいで、ねねうん、でもこういう風にキャンペーンっていうかその無料配布って地元の人たちの健康のためにって目打ってくれれば来やすいし、うん、そうだよね、ちょっとしたあのきっかけなんだろうね、ちょっとしたきっかけでって言って、ねはいはいはい、でもう本当にありがたいですよね、うん、だから地元の皆様に支えてもらって、うん、今そのまあ、無料配布を実施して数日経つんですけど、うんうん、
まあ、反応は上々っていう感じですよね。まあ、でも良かったですよね。でもそうは言っても、まあ、今のねちょっとサービス品じゃないですか、まあ、お休みもしてたし、で今 無料でね提供しているとなると、まあ、こういっちゃなんですけど、経営者として気になるのは資金繰りの問題だと思うんですよね。で資金繰りについてって今国としてはいろんなね施策を打ってますけども、永吉さんのところでやはりそういうような施策について手はもう打ち始めてるんですか？そうですね、あのまだ打ててないんですけど、うん、やっとその調べ始めた、やっと問い合わせをして、うん、あのじゃあ自分のところはどれに当てはまるのかっていうのが判明してきたところぐらいで、うん、はい、です。で、うん、あのまあ融資の方と助成金や給付金などそのもらえるお金と2本立てで当然考えてはいるんですが、私はこれを見てらっしゃる皆さんはもう全然関係ないレベルの話だと思うんですけど、私は事業をやり始めてだから1年経ってません。なので何もかも分からないんですよ本当に。で例えばここに今日もちょっと資料をいっぱい出して、これ申込書とか、申込書すごい申込書ですね、申請書とか申込書とか、あと記入例とかちょっといろいろこれあるんですけど、私からするとこの一つ一つを理解するのにまず時間がかかるのと、これでもね皆さんそうだと思いますよ。そうですか、なんかすごく時間がかかってしまい、で途中でこの条件に自分が当てはまってるのかどうかもどっちなんだろうみたいになっちゃって電話かけたくなるんですよ。はいはいはい、で電話かけると今繋がんないんですよ誰も教えてくんない、ね、そうなんですよ。でもう知恵を働かせて、うん、例えばお昼時、お昼休憩に入るような時なんて、うん、あのちょっと空いてるかもしれないとか、いや逆にお昼休憩の方がかける人多いかもしれないとか、いろいろ作戦を立てて、うん、あの手この手 でかける時間をずらしてんだけど、まあ、出ないそれでも出ないと。で一番スッとあの繋がったのが早朝。ああ朝。事業開始直後。ああじゃあ8時半とか9時とか。繋がった。そうそう。ああ。は繋がりました。へえ、はい。でそれでいろいろ聞いて、うん、あまあ、親切に教えてくださって、うん、どこどこにこういう書式がありますとか、はいはい、あそういう場合はこちらを参考にしてくださいとか、うん、結構みんなやっぱりちゃんと親切に。あ教えてくれる、ね。教えてくれました、うん。教えてはくれるんですが。うん、そのまあ、例えばね、うん、同じ丁寧に教えてくれても、まあ、これをご覧の皆様や、うん、例えばミノルさんぐらい経営者としての実績があればあるほど、うん、あそうなんですね、あじゃあこれはこれですねってパッと分かることが私は分からないんですよ、うん、言葉の、ね、意味も、ね、あるしね。そうね、あの、うん、なんか区の方には連絡されましたかとかって聞かれるんですけど、区区のどこに、私はなんか区に用事があるんですかみたいな、それなんか皆さんなるほど、ね、区に何されてるんですか、ですね、こういったあのセーフティーネットというものがありまして、はいはいはい、これこれこうです、セーフティーネット初耳ですねみたいな感じでこういちいちつまずくんですよ。なるほどね、一個一個聞かなきゃいけないの。でじゃあ区、あ、それそうなんです、そういうのがあるんです、じゃあそれは区ですね、分かりました、でこういうのはご存知ですかって、その、はいはい、雇用調整なんとかみたいな、ご存知ですか、知りませんみたいな感じでいろいろ聞いて、分かりました、じゃあそれも区で聞いていますねって言ったら、それ、あ、それはハローワークですって言われて、それはハローワークなんだみたいな、こう自分がね、一個一個違うからね、窓口、そう、あの始めたばっかりなので、うんうん、何がどの管轄で、はいはい、どこが窓口っていうのが混乱してるんですよ、まず。そうだよね、一元化されてないから、そうなんですよ、それぞれ違うから。私からすると、うん、コロナで困ってる人が資金繰りを何とかするために問い合わせるところは一つなのかと思ってたんですよ、はいはいはい、ところが蓋を開けてみれば、まず融資と、融資じゃなくしてもらえるお金、そう、助成金系と、あの例えば 無担保で借りられるよっていう、大きく分けて融資ともらえるお金に分かれてると。はいはい、でこの融資ともらえるお金にもいっぱい枝分かれしてあるっていうのがやっと理解できたところで、で私がもう一個混乱してたのは、みんなは当たり前だけどそれをもうこの大まかな図を理解してるから、この細部を、ねえねえねえ、そういえばあんたのとここれやったって細部を言ってくるわけですね、はいはいはい、そうすると私は初耳、それ何みたいになるわけですよ。細部はね、そう、細部が初めて聞くことだから、そう、初めて聞く。でそれってどこにかけたらいいのから始まってるんで、はいはい、そう、でもコロナ
助成金とかで調べるとどこにもその分かりやすいものはなくって、うん、私はその友達から聞いたこの細部の何とかを知りたいのに、うん、コロナ助成金で調べると中小企業庁の何とかはこちらとかは出てくるんですね、うん、はいはい、違うんですよ、私はここを知りたいんですよ、ここなんだね、そこの部分だから知りたいのねまあでもやっと聞きまくっていろいろいろんなところ読んでやっと概要が分かったところなんですけど、うん、創業して1年未満の方世の中に5万といると思う、いると思いますよ、多分同じような悩みを、同じこと今起こってますよ世の中にたくさんGoogle でたくさんそういう検索されてますよね、うん、なので、まあ、そうね、日頃からちょっと不勉強だったというつけもありなんですが、あ、それはハローワークなんだ、なるほどね、あ、これは区ね、うん、それは都なんだみたいなもうすごいいろいろね、そう、そう、やっとでもそういうことがなんとなく分かってきたみたいなねそうそうそう、そうなんで、ね、やっと分かってきて、でちょっとやっぱ知識が増えてきたから持続化給付金というのを今国が検討してるんですよね、はい、でそれについてちょっとお伺いしたいんですがってちょっと知識があるからそれのことも聞いときたいと思って聞いたら、うん、まだ決まってませんって言われたり、決まってないんかい、決まってないんだ持続できないよ、うち早く決めてよってい う段階に今ね、そういうことなんでしょうね、話が長くなりましたが、いやいや、とんでもないですよ、まあ、実際ね、そういう長吉さんのような経営者の方々、うん、実は5万といると思いますけどもね実際のところはね、まあ、そういうことで今悩まれたり困られて、いや本当そうだよって今見ながらね思われている方もいらっしゃると思います、うん、でちょっと後半はですね、そういう、まあ、皆さんに対してこれからね、うん、どんなことが、ね、少しね、起こってくるのか、もしくはこういうチャンスをね、ある意味うまくこう、ね、そうですよね、どうやってピンチをチャンスにっていう、ね、という感じになれたらと思います、そのあたりの話をしていこうと思います、よろしくお願いします。オンデ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場、18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し、地域の活性化に貢献します。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店も募集しています。鈴木みのりのキャッチナウ、はい、ということで後半なんですけどもね、今長吉さんがね前半でずいぶんいろいろお話をいただいて、今大変だね、はい、そんな気べそ書いてますけど、そんな状況です、いや本当そうだと思うんですよ、ガチリアルです、いやもう本当皆さんがね本当悩まれてると思うんです、まあ当社はですね、実はちょっといろいろ状況が変わってまして、まあいわゆる学び系の会社、学びのいろんな学校を紹介するサイトをやってるもんですから、まあ我々のそのお客様である学校さんもそれぞれ今苦労されてます、通学の講座がまあ、いわゆるこの開催できないというか開講できないという状況になってたり、はい、ただその逆にその通信講座が今非常に人気が出てきたりとかしていますので、まあプラスマイナスでいうとまあほぼ同じぐらいな感じで推移してるんですが、まあそうやっても受講生がいなくなったらもうアウトですからね、そういうことでいうと経営については非常に皆さん心配されている現状ではあるんですね。で、まあ今おっしゃられた通りで、その日本政策金融公庫であるとか保証協会等々でもいろいろその助成金やそれが融資についていろいろ動いてるんですけど、まあ実際のところ融資っていうのは借金ですからね、そういうことで言うと後々払わなきゃいけないっていうことで言えば、事業体としては新たなね、まあ要するに収益源といいますか、まあそのいろんな取り組みしていかなきゃいけないと思うんです。で、先ほどその長吉さんおっしゃられたように、自分たちの仕事を事業をある意味まあ要するにお客さんを呼び込むスタイルから今度はまあ出すというか、まあむしろちょっとテイクアウトを中心にしてもビジネスを展開し始めたりしてるじゃないですか、うん、はい、そういうことでいうとこれからはですね、そういうふうなビジネスの転換ということも実は考えなきゃいけない時期に来てると思うんですね。で一応日本では今5月6日が非常緊急事態宣言の一応終了というか6日までとなってますけど、じゃあ6日になったら全てねコロナウイルスのことはもうか解決するのかって、これ多分ありえないじゃない、絶対ありえないと思うんですね。でそうすると、まあ、ずる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 続いていくことになると思うので、まあ、なんとなくこう皆さんが、集合して要するに居酒屋にたくさん集まってですね、やった万歳はないわけですよね。
でそうするとこういろんなビジネスをコロナとともに、要するにウィズコロナなんですよね。そうですよね。アフターコロナではなくウィズコロナでこれからビジネスを考えなきゃいけない局面が出てきてると思うんですね。でそうなってきた時にじゃあどういうビジネスをやっていくべきなのか、まあ一つにはそういうテイクアウト型もあると思いますし、ちょっと私の知り合いの会社さんでですね、これ結構渋谷の方では、大きく何店舗もやってるお店がありました。こうキャッチランにも一回出ていただいた大谷くん、はい、うん、宇田川カフェですね。で彼のところでこういう取り組みをしてます。WeFun っていうですね、クラウドファンディングなんですね。これはですね、彼らのお店自体が今完全に止まってる状態でお休みしてます。で、彼、まあ、こう言っちゃあれですけど、彼のお店の全部の家賃だけで月に2000万以上かかるそうなんですね。でそれがいろいろスタッフの方とか、タレントさんなんかも扱ってますので、そういった方々のギャラなんかも払わなきゃいけないということで、これ彼の取り組みというのはですね、 WeFun という中で自分たちのお店を今後その再開するにあたって皆さん協力してくださいというような取り組みしています。で、チケットなんですね。でこれはですね、まあ、4000ぐらいからあるんですけど、1万円2万円コースみたいなのがありまして、そこで言うと例えばその1万7000分の飲食券と、あとコーヒー豆と、あと CD をプレゼントしますよっていうようなことで、こういう、まあ、まあある意味で寄付金じゃないんですけど、そういうチケットですよね、 を販売している。で、これがまあ収束して、まあ、収束が完全収束がないにしても、お店がまたオープンするとなった時にもう一度ここでね来てくださいねっていうような、要するに自分たちのファンの方々が、また私たちのことを助けてください。ある意味で言うと、まあ、大谷君だからっていうところもあるのかもしれないけども、あれぐらいねお店に人気があればそういうこともできると思うし、でもこういう取り組みっていうのは結構大事だと思っていますし、あと大谷君のところじゃないんですけど、やはり夜バーをやってる、ミュージックバーって、まあ、ジャズバーをやってるお店なんですけどね、ここ赤坂でやってるお店なんですけど、夜のメニューにカレーがあったんですよ。はい、あるじゃないですか、あと仕上げというか、なんかちょっと小腹空いたら、うん、そのカレーがですね結構評判良くて、で評判いいな、これ美味しいよねなんて言ってたら、うん、ちょうどバーが今全面的にできないんですよね、はいはいはい、で彼は何考えたかというと、そのバーカレーをですねパウチするんですよね、レトルト型にして販売し始めました。で頭いい、チキンカレーとビーフカレー2つ種類あるんですよ。で1つ700円で売り始めて、今ですね売り始めて1週間で1000食超えてるんですよ。すごいすごくないですか。それってもう70万を超えてるわけですよね、す売上として。すごい、下手したらバーより売れてんじゃねえかっていう、もうバーより稼いでる稼いでんじゃねえかと。でそれをまあ本当スタッフの人たちが詰め込んで郵送してるらしいんですよね。でそういうふうにこう工夫を凝らしながら、自分たちが今一体何ができるだろうかとか、自分たちの得意なものとか、ユーザーに支持されたものは何だったんだろうということを見直した上でビジネスを展開するというようなこともですね今やり始めてるんですね。ですから単純にまあ、コロナが収束したらまた再開すればいいやではなくって、もうこれからコロナとともに、もしくは感染症、まあ、コロナだけじゃないと思うんですね、これからね。でそうすると感染症のようなものが流行っても自分たちの事業が継続できるような、そういうようなビジネスプランというのをですねやんなきゃいけない。でもうすでにそういうことを動き始めている人たちがいるので、まあ、今ね永吉さんも今おっしゃったように、自分たちのビジネスがじゃあ本当にハーブティーって何だろう、うん、ハーブティーって体にいいものじゃない、うん、だったらとりあえずみんなに飲んでもらおうよって、うん、これももう素晴らしい発想の転換だと思うんですよね。ですから、いやこういうね、まあ、僕は別に偉そうに言うわけじゃないんだけど、そういうふうに変わっていって、そこに臨機応変に対応できる経営者こそが、うん、これから生き残っていく人たちだと僕は思うんですよね。ですかね、と思います。でちょうどね今まあ、我々の師匠といいますか、先生である山口芳之先生が、はい、まあ、その経済施策の方でも、まあ、いわゆるその今ね、助成金か融資かってお話なんですが、もう一つ劣後債っていうですね、要するにですね、劣後債、要するにですね、金融機関が中小企業の、はい、資本金あるじゃないですか、はいはいはい、資本金的なお金の貸し付けをしましょうと。返さなくていい、返さなくていい、そうです。でも貸し付けなの、まあ、貸し付けは貸し付けなんですけど、その代わり1年間に 4% ぐらいの金利は払い続ければ、はい、ずっとそのお金は返さなくてもいいよっていうような融資をしたらどうだろうかっていうようなご提案を今してるんです。
ですね。で、多分もうあのこれあの何配信される頃にはもうテレビでも、まあ、先生たくさん出てると思うんですけども、そういうようなですね取り組みをしたらどうだろうということで、経営者のみんな今署名活動をしてるんですね。かなりの数今集まってまして、私のところにはその署名の紙回ってきてないんですけど、いや紙ではないです、もう今せあのネットなんで仲間外れに、いやいや仲間外れになってるわけではないです、あのフェイスブックでもやってますし、あの先生のメールマガジンでもやってるんですけども、そういうふうにあの皆さんでこう経営者たちがね、そういうことに共感していきながら国の政策を変えていこうじゃないかとか、もしくはこういうことをこういう取り組みをしてみたらどうだろうかっていうようなアイデア出しもし始めてるんですね。ですからまあ今ね、あの僕非常にあの SNS なんかを見ててもですね、気分が悪い、もしくはテレビ見てても気分悪いじゃないですか。何か人の上げ足を取ってね、悪口ばっかり言ってるような、後ろ向きな話ばっかりじゃないですか。でそういうんではなくって、今こそ本当のね経営者の力を見せる時だと思っていて、あのやはり今先生がやられているようなこともそうだし、今永吉さんが取り組まれているようなこと、はい、あとはさまざまな経営者がよしこんな時だからこそピンチをチャンスにということで取り組んでいる方々のね、そういうようなことを後押しできるようなね、うんうん、そして自分たちもそこに乗っかっていけるような、そういうようなこの社会を作っていくことが大事なんじゃないかなとすごく思っている次第でして、あのすごくさっきのね永吉さんの話を聞いて僕はすごい経営者だなと思いましたけどね。すごい、そんな褒めてもらえるなんてあの泣きべそかきながらもう開き直っただけなんですけど、ね、いやでも今回のね、さっきあの前半でお話しされてましたけど、その政策級高校に連絡したりとかね、保証協会に連絡したりとか、うん、国に連絡したりっていうことを経験されて、いろんな知識も身についたじゃないですかこのことは必ずこれからね生きていくと思うんですよね、はい、でいろいろ世間を知るじゃないですか、で今そんな大の苦手の書類を今やってらっしゃるわけですよね。ですから、いやだからこそね、今あの僕はやるべきこと、今本当に経営者としてやれることは最大限やりましょうよっていう、はい、そういう時だと思うんですよね。まあ本当にあの永吉さん頑張っていただいて、いや我々も今頑張ってる最中だし、はい、我々のお客さんも今頑張ってるところなんですけど、まあちょっとねあのこれ見ていただいてる方はもしかしたらそんなことはないかもしれないですけど、後ろ向きにならずにちょっと前向いてね、やっていこうよっていうことをちょっと考えたいですよね、はい、みんなにね、まあ、うちも、この無料配布が終了するまでに、うん、オンラインでの買い物ができるようにこういろいろ整備を進めようと思って、素晴らしい、うん、まあ、さっきあのおっしゃってましたけど、ウィズコロナ、はい、ウィズ感染症でどう生きていくかだと思うので、はい、うん、まあ、その店内でゆっくり楽しめる日が来ればそれはそれでいいし、うん、はい、で従来もあの、まあ、オンラインで買い物することってまあ日常的にあるじゃないですか、はい、まあ、進めようと思ってたんですね、どの道、うん、だけどやっぱりこうなってきて需要がぐっと高まるんじゃないかなと思って、ね、うん、家から出ずに欲しいものを手に入れるっていうところにやっぱり、うん、うちの仕事っておいしく健康を追求していく、いけるようなものをプロデュースするっていうのがうちの本職だと思うので、お、素晴らしいね、はい、それが人に会わずに外出せずに手に入るっていうのがやっぱり、や、多分やっていかなくちゃいけないことなのかなと思って、うん、まあ、今、まあ、その高価福岡の食器が進んでなくて食器がね、そう、食べるやつ進んでないから、ね、もう何仕事しようみたいな感じでもう、そうだね、オンラインの選手進めようみたいな感じで、はいはい、ね、そんなところなんですけど、うん、まあ、それをちょっと私は頑張っていこうかなと思って、はい、そうですね、まあ、ね、来月になっても少しね状況が変わってるとな、うん、いいななんて思ってはいますけどもね、そうは思っていますけど、まだまだあの戦いは続くというか、はい、この状況はそんなにねすぐに改善しないと思いますので、うん、ぜひ皆さん頑張ってねこれからやっていきたいなというふうに思っておりますので、今日はそれぐらいで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現、一人カラオケも大歓迎、子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。
スモールサンは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、ということでね、今日はちょっと長めにお届けしているキャッチナウでございます、はい、本当にキャッチナウな話が今日は。本当にキャッチナウ、もう久しぶりに真面目に喋っちゃったよ。恥ずかしい。いやいや、正しい正しい正しい。はい、まあ ね、ありがとうございます。聞いていただいてちょっとスッキリしました。あ、そうですか。ちょっとしし、いや本当に頑張ってらっしゃるんでね、はい、ぜひここを乗り越えて頑張っていきましょう、はい、また来月第4月曜日にお会いできればと思っております、はい、それでは皆さんごきげんよう、頑張りましょう。